私は二十歳の時に深川事件と呼ばれる冤罪事件に巻き込まれました何も証拠がないのにお前が犯人だとして朝から晩まで続く警察の取り調べに駆使して嘘の自白をしてしまいましたその嘘の自白を根拠に無期懲役の有罪判決となり29年間拘束された後50歳になる前に仮釈放で社会に帰りました刑務所で再審請求をしていましたので 罪を認めないと釈放されない日本では異例の仮釈放だと言われました。もう24年前の話ですが、今はより厳しくなりまして、無期懲役では30年が過ぎないと釈放されません。事実上の終身刑になっています。私が体験した警察による証拠を無視した自白強要や証拠の捏造、また検察が行う証拠隠し、 そして裁判所の自白に頼る有罪判決など体験はもう古い話になりますが今も昔も何も変わらないのが日本ですいろいろと社会の批判を浴びるたびに少しの改正はされてきましたが根本的部分では何も変わりなく私が体験したと同じことが行われ冤罪が作られていますそして 刑務所の処遇や仮釈法となりますと、私の体験した当時よりもより悪化しているのが実情です。日本の刑務所は全てが禁止です。自由な運動時間以外は何をするにも許可されたこと以外は勝手にできません。工場では強制的に働かされ、強制的に作業を強いられ、職員が許さない限りトイレにも行けません。職員の指示や命令に なぜでですかと質問でもしもものならば担当公弁として処罰されますもちろん暖房も冷房もありません冬の工場は気温が4度が一回にならないとストーブも点火しません日本の刑務所は犯罪からの更生を教育ではなくて刑務所内での日常の全てに肉体的精神的な苦痛を与えてその苦痛体験で再犯を防ぐ方針で運用されています 受験者のの中では筆殺しと呼ばれるものがあります工場の担当職員が自分の工場で作業する受刑者の評価を低く書いて記録することですこの担当工場の評価が特典を受けられることになる新級制度の評価となり受刑生活全般の評価となって仮釈放にもつながるのです今は類と呼ばれ新規制度は変わっていますが4類から始まる 三類二類と進級するたびにお菓子を多く食べられたり面会や手紙の回数が増え特典が与えられますそしてその立場も職員の指示や規則に違反すると懲罰となって恒久してしまいます受刑者が担当職員の評価内容を知ることはもちろんできません処罰される時でも言い分が聞かれることはないんですねほとんど日本の受刑者は刑務所で奴隷のように扱われています 私が最新裁判で無罪判決を受けたときに、検察庁は記者会見で、桜井が犯人であることは変わりはない。自白という判断の難しい部分で裁判所の判断が違ったりすぎないとこう公言しました。それならば、もっと私の無実を示す証拠が隠されているはずなので、提出させようとして私は国家賠償裁判を行いました。その結果、 もし検察庁が隠していた現場から採取された毛髪や自白改ざん困難の録音テープなどが原審交際段階で提出されていたならばその時点で無罪は判決になっていた公益の代表者たる検察庁には有利不利を問わずに裁判所に証拠を提出する義務があるとして勝訴しましたそれでも検察庁は法的提出義務はなかった 証拠隠しには当たらないと反応して、今も過ちは認めていません。いまだに深川事件と呼ばれる冤罪事件を使った、作った反省をしていないのです。この検察庁に任官した検察官が法務省に配属され、刑務所を統括する強制局を支配していることに問題があります。法務省の課長職以上の7割から8割が検察官出身です。検察官として認可してたい 人が法務省に配属される制度になっているから問題が生まれます刑。刑務所のトップたる法務省強制局長は、検事総長になる人が必ず再建する役職になっています。私は冤罪を体験して、犯罪行為は人生、人の人生を歪めるから許されない,れないものだと身をもって知りました。殺人はその最たる行為です。人間はこの世に生まれて、自分の才能を生かして、 他人に迷惑は害を及ばさない自由の中で生きる権利があります。自由な人権を持っています。人間の自由な人権を奪うから犯罪は許されないのです。犯罪行為が許されないのならば、犯罪行為を取り締まる司法が無実の人を犯人に指し,し、人権を奪う冤罪は絶対に許されないはずです。それなのに、日本では深川事件以外にも、 この10年で4件の最新無罪判決が出されているのに全く検察庁は反省していなければ検察庁が裁判所に提出する証拠の開示にも応じないことになっています。このような法システムの改正も行っていません。深川事件に至っては冤罪であることすらもを認めようとしないのですから人間性を失っているとしか思えません。犯人であるとして ひとたび起訴したならば何があっても自分たちの過ちを認めないような日本の検察官ひたすらに処罰や過罰しか考えない検察官が刑務所を支配していることが日本の強制教育を歪めています自分の過ちを認められない人たちがどうして犯罪の教育教育を行えるのでしょうか行えるはずはありません私は刑務所の中で 他人の人生を歪めてしまう犯罪行為の罪深さを教えられたことがありません。それは私が冤罪だからではなくて、他の受刑者も同じでした。強制労働と厳しい規則と制限、不自由を体験させるだけの日本の強制教育は全く人間性を失っています。それは検察官の人間性の喪失がそのまま反映されているのだと私は考えています。人間の愛のないところに、 人間の構成などあり得ません人間は自分が大切にされなければ他人を大切にだのできないのです人をたすがいした行為は取り戻せません愛する人を呼ばれた人の悲しみや苦悩を癒すのはそれこそ国家権力の国家組織の任務です裁判に被害者を立たせて復讐の思いを語らせ王法の重罰しか考えない人たちが法律を作る法務省を支配し その欠陥を是正しない限り、日本は近代国家になり得ないだろうと思います。人間は過ちを犯します。過,過ちを犯した人生をやり直せない国家は、人間の組織する国家として間違っています。無期懲役が事実上終身統となり、過ちを犯した人が人生をやり直せない日本は国家として間違っているとしか私には思えません。私は人冤罪体験者として、 法事国家の根源たる部分が歪む、検察司法を変えることこそ、あらゆる面で日本を真の法治国家にするために改正すべき最大の問題だと思っています。